エラーは多少ね僕はしょうがない部分はあると思うんですよ、はい、でもそのやっぱミスっていうかねそのバントミスとか、チームプレー的なミスが多いとやっぱりなかなか勝てないんじゃないかなっていうのは僕は思うんで。なるほど、はい、牽制がそれました。これを見て秋山は二塁三塁へ向かう。ボールが返ってくるが間に合わない、セーフ。記録は吉田のエラーになりました。ちょうどミスの話をしていたところで、だこういうとこですよね、痛いミスが出てしまいました。まあ、結果的にはこれエラーってなるんですけど、はい、これもやっぱり考えたら普通にキャッチボールさえできてれば、ね、ならないミスじゃないですか。そうですね、無駄なミスですよね、無駄なエラーですよね、はい、こういうのがやっぱり良くないんだなと僕思っちゃうんですよね。うん、まあ、この場面ではもう2アウトなんで、そうですね、まあ、まだあと1つ取ればいい方ですけど、はい、2アウトからの失点というのもこれちょっと重くのしかかりますもんね。のしかかりますからね、ここは本当に全力でいってほしいですよね。鋭い打球がセンターの前へ。先制点はライオンズ。2アウトから取りました。脇屋のタイムリーヒット。ルーキー高橋光成にまずは1点のプレゼント。ライオンズ相手のミスを見事に生かしたのが今日のライオンズです。から秋山のヒット、さらには吉田の牽制ミスでチャンスが拡大して、脇屋がきっちりとセンター前に運びました。ルーキーの高橋光成にまずは先制点をプレゼントしたライオンズです。